うしやが第348回タマラジオということでね、今日はね久しぶりに自宅からなんかお送りしております。今日はね親父が俺生まれて初めてかもしれない父の日を、いや2回目かお祝いしましたなんかねやっぱ恥ずかしいんだよな男だと。で父の日の祝いでまあ焼肉をしつつで、まあ両親がね共にコロナのワクチンを打ったんでね昨日で、まあもし万が一ね副反応とかで今なんかいろいろあってるから、で親父とかちょっとね持病持ってるから、あそういうこと大丈夫かなと思って今日はね、自宅で一日待機しながら、まあ、仕事をしていたわけですけどもね、まあかっこゴロゴロしてただけっていう、うん、まあそんなんでしたけど、どうでしょうかね皆さん、早退も終わってね、で勉強本気組も混ざってきてね、どんな感じですかね、頑張りそうですかね頑張ってますかね。塾生はまあみんな頑張ってるだろうな、それはもう受験生も卒業生も。で今日はちょっとね、情報の使い方っていうことでね話をしていこう、うん、受験勉強で合格に偏差値が足りませんっていう話や。で一番、うん、は、去年の塾生から今秋田住んでる、塾生からです。まあ秋田県民になりましたみたいな感じでね、去年ね、秋田の大学を狙ってて、でそいつが無事ね、合格したんで春から秋田におりますっていうことで嬉しい報告が来ました。ただね、学習環境が変わった中で、やっぱ不安に押しつぶされながらの受験勉強だったけど、夢のために頑張るぞって、ね、まあ、こいつね、医者になりたくて医学部を目指したんだけど、やっぱどうしても、十分な医療を享受できない人を救いたいっていう思いがあったから、まあ、こんなんで負けてられるかっていうことで乗り越えました、ということでした。うん。やっぱね、夢の力って、すごい。うん。同じ人間の体で全然変わるんだよ。だって、そうだと。部活が終わって、受験勉強を始める部活組っているじゃん。あいつらって、部活早退終わったら一気に勉強しまくるんだよ、徹底的に。で、それまで全然勉強してないの。俺もそうだったけど、全く勉強しない。そっから一気に切り替えて、部活徹底的にやってる奴らがいればいるほど集中力がすごいって言うじゃん。違う。単純に、部活で、俺とかも一日中部活してた。まだ朝5時半に起きる。で、6時には家を出て、で、自転車を漕いで1時間漕いで。それもだから筋トレになるわけさ。1時間チャリ漕ぐのも。で、着いたら、朝練をして、で、8時半から学校が始まる。で、学校が4時には終わる。4時から部活があって。で、7時か8時ぐらいまで練習したら、8時から9時とかくらいまで、残って筋トレとかをね、して。で、家帰ったら風呂入って、飯食って、素振りして、で、風呂入って寝る。みたいな。それが12時とか。そんなだった。1時とか。だから4、5時間ぐらいしか寝てないけど、残りの部分は授業で寝て体力回復だ、みたいな。で、授業中とかも起きてる間とかさ、暇じゃん。まあ授業なんだけど。まあ、そういう時とかもさ、机の下とかで、ほーってダンベル上げてんだよ、みんなが教科書入れてるところに、ダンベルを入れといて、テニスボール入れて、で、こう、グニグニで、なんかね、握りつぶして握力を鍛えたりとか、そんなんすんだよ。で、たまにね、鉄アレが落ちてゴトとかね、テニスボールがティンティンティンとか出てたら、ん?みたいな。先生振り向いて、なんだこれみたいな。なんの音みたいな。まあ、そんなでした。うん。でもそんな、要はね、どんな隙も見逃さずに、徹底的に自分を追い込んで練習するんだ!で、そのやり方はね、あんまり良くないのよ。昔は、ただがむしゃらに気合と根性で、ただただ自分の体を痛めつけること、追い込むことが強くなることだと思ってて、何にも考えずにね、練習してたわけさ。で、それがね、あんまりやっぱ、実は良くないっていうのはね、その後知るんだけど、やっぱ考えてやらないと意味ないよって、いうのはまあまあ後でわかるんだけど、でも要は、そんなに部活頑張ってたのって。ね、だと、やっぱ筋肉の回復が、行われないから、毎日毎日ね、筋繊維を壊して、それが修復することで筋肉って強くなるから、筋トレで筋繊維を壊す。そして食事と休養でしっかり筋肉を戻す。それで筋肉が増えていく。のに、そこまで、やっぱ、回復を大事にしてないから。で、食うのも、とにかくいっぱい食えばいいとかって言ってね、タンパク質を取るとか、そのタンパク質が体に十分に回るようにね、ビタミン、ミネラルをしっかり取るとか、何にも考えない。もうとにかくただただ黙々といっぱいお腹いっぱい食えば、腹いっぱいになればいいみたいなさ。で、野菜少ないし、バランス、なんかずれてるし。部活には良くなかった。だけど勉強はちょっと違う。勉強は違う。筋肉痛がないから。徹底的に詰め込めるんだよ。時間の余す限り。まあ、それでもね、効率とかもあるけどもちろん。なら毎日、その時間が勉強に切り替わっていく。朝6時、行って1時間。チャリンコの上で勉強しながら、チャリンコを漕ぐ。すごいよ。肘で漕ぎながらやるんだよ。で、学校に通報があって。だから肘で運転しながら、チャリンコ漕いでる危ない人がいますって。制服でバレて、怒られ、お前しかおらんだろうって怒られて、すいません。ね、車の通らないね、なんだっけ、小麦畑の中をね、走ってたんだけど。うん。怒られました。ね。で、朝行ったら、そこからもうモリモリ勉強して。まあもちろんだからそんな早く行く必要はないからね、別に朝練の時間に行くことはないんだけど。でもその分朝起きてから家で勉強してから、学校始まるまでに行って、で、授業始まったら授業中無視してガンガン勉強してみたいな。
で、怒る先生の時とかは、とかもしくはその、世界史とか面白かったから。で、受験でも使うから。授業受ける。受けながら、例えばその雑談とかね、その、こう、必要ないところとかに入ったら、こう、下にね、また自分で勉強したい教科を用意しといて、教材用意しといて、そっちをやる。カリ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 。しかもそれ、世界史一通りよりバーって一日かけてバーって勉強したんだ。一日できるの？できる。教科書って300ページぐらいしかない。1ページ1時間で読んだら5時間で終わる。朝読み出してみ。昼過ぎには終わるんだぜ。それを忘れなければ、だって教科書見ながら解いたら100点取るんだろ、みんな、受験で。じゃ、その教科書が頭に入れば、満点取れるわけじゃん。で、満点なんか必要ないんだから。合格に7、80とかでいいんだから。いけるよ、そんなの。忘れなきゃ。まあ、忘れるんだけど。でも、一回それだけやってみ。全然、変わってくる。それが情報なのよ。今日話す情報。今日のテーマは情報だから。とりあえず受験科目は、一通り一回まず全部やってしまう。できないと思ってるけど、そんなことない。世界史教科書一回読むだけ。で、その後なんならウェブタマのアニメ見てみよう。だ一番いいのは、教科書読んでアニメ見る。教科書読んでアニメ見る。教科書読んでアニメ見るってしてみ。教科書、まあ、一生分でもいい。とか、まあ、もしくは、そういう、こま切れこま切れにね、とか、読んだ分の、あ、ここかなって思ったらそこを見るとか。そんなやり方でもいい。基本、山川の教科書に合わせて、世界史は作ってあるから。それ、理科とかでも一緒。生物とかでも一緒。一通り、やってみ。授業の受け方が変わる。なんでか。一旦一通りやった後、過去問か問題集をやって、授業を受けると、全体がわかる。で、基本的な問題集も一通り、答え見ながら一旦、答え見ながらでいいんだよ。解説見ながらでいい。それだったら、わからなくても、今わかんなくても、今解けなくても本番解ければいいんだから。それだったらまだギリ解けるだろ。一回教科書も読んでるんだし。あ、一回全体のアニメも見てるんだし。ね。これで見て、そしたらどんなところが出るかがわかるんだよ。全体に何があって。そしてその中で問題はどんな風に出されるのが、っていうのがわかって。で、なんなら最高なのはもうそこで過去問もやっちゃう。なるほどって。自分の、これぐらい分かってて、これぐらいやった結果、こんな点数なのかって分かった。そしたらもちろんさ、世界史30点だったってなったとしたら、古代3割。現、中世3割。で、近代3割。そんな取り方しないでしょ。大体古生、古代のやつが結構いい点数取ったりする。やっぱみんな最初古代から始めるから。でもね、もう全然。全然だよ。うん。それでいいのよ。それが分かってると、自分が得意な時代、得意な地域、中国は苦手だ。ヨーロッパ得意だ。ちょっと自信ないとか。分かってるから、ここは授業で聞こう。逆に中国得意だから、もう授業受けなくていい。十分合格点取れる。とか逆にそれを分かって、よし、もっとやろうとかね。中国はもっともっと得意になって武器にするぞ。そういうのもいい。そうやってやっていくんだよ。この授業で、例えばこの授業暇だなって。でも他のことやってたら怒られるなって言うんだったら、横で間違えた問題を用意する。基礎問題集自分でやるじゃん。で、解説見なきゃいけなかった問題とかをもう一回授業受けながら、あ、なるほど、そういうことだったか。今なら解けるぜとか。やっていくのよ。わかる。ただ何にも分からず先生が言われることをただ聞く。黒板に先生が書いたから大事だなと思って、ただ書く。全然。車の運転と一緒。車の運転って助手席乗ってると全然道覚えない。自分で運転するとめちゃくちゃ道覚える。考えて頭に入れると全然違うんだよ。同じ情報でも、同じ1時間車乗ってても道覚える。情報は活かし方だよ。そして学び方。どんな情報を持ってるかが大事。そしてその情報を使うか使わないか。どう活かすか。それを自分たちで分かってると使える。逆転するなら、これから同じ時間しかない。受験の日はみんな決まってる。残った日数は約半年。これ全員一緒。だからこそ、同じ時間だからこそ、同じ1時間運転するときに助手席に座るのか運転席に座るのかと違う。の違い。先生に言われるままにただただ授業を受ければいいのか。先生たち、その授業が受験までに終わるかどうか保証ないぞ。そして、世界史の授業って、世界史の学問のための授業だから、受験で点数取るための授業じゃないから。そしてみんなのための授業だから。お前のための授業じゃないから。お前に必要だけど、みんなに必要ないからってカットされるかもしれない。お前にはもう十分やる必要ないけど、お前には十分な知識、お前が全部知ってる。やる必要もなかったような授業でも、みんなに必要だからやってるかもしれない。それでやって、人に勝とうと思うのか。自分の夢を、狙う大学をバカにしたらいかん。その程度で受かる大学だって、バカにしたら、大学をバカにしたら大学からバカにされる。つまりお前はいらないよって言われるってことさ。考えて使え。偏差値もそう。あれ偏差値って、みんなね、今偏差値を中心に勉強してるかもしれない。でも偏差値って、あれね、先生一人で何百人の生徒を管理するためのものだから。俺も学校の先生してた時、200人の生徒見てた。5クラスの科学の授業を受け持ってたから。その200人に対して一人一人アドバイスもできないし、一人一人がどんな能力かを判断することもできないから偏差値を見る。あ、こいつは結構上、みんなの中で上の方なんだ。こいつは下の方なんだ。とか。そういうのが、わかる。でもそれって、たくさんの生徒を管理するためのツールだから、偏差値って。
お前たちの道具じゃないんだよ。だって今、偏差値が60ある。目指す大学の偏差値は55。じゃあ受かるのかって。落ちるから。半年後。受ける試験を今受けたら落ちるから。な？偏差値55なんだろ？その大学。今のお前60なんだろ？上じゃん。お前の方が上じゃん。でも落ちるんだよ、今のお前じゃ。だから落ちないようにこの半年間で頑張る。なんでか、お前に能力が足らないから。え？偏差値55で、お前60なのになんで足りないのか。それは他人と比べてるんであって、その大学に必要かどうかで比べてるわけじゃないから。だからどうするのか。過去問、センターで共通テストの過去問とその大学の過去問ちゃんと受けて、その過去問で十分10回中10回合格点が出たならば、まあ受かりやすいんじゃないかってことさ。それでもね、大学によっては受からないときはあるけど、そういうもの。だけど偏差値でうわっ、自分はこれから偏差値どれくらい上げなきゃいけない、そんな偏差値に振り回されるな。偏差値はお前の能力とイコールになってない。だからお前の能力が伸びても周りが伸びたら、偏差値は逆に変わらなかったり下がったりする。お前の能力が伸びてても、それで勝手にへこんだり、それで勝手に大学無理だって諦めたりする。先生たちはそれを見るんだよ。200人の一人一人の能力とか進路とか夢とかは把握できないから、偏差値と見比べて、まあこの調子でいけばいいんじゃねって、お前ちょっとこのままじゃやばいよって、短時間で生徒の能力を把握するためにやってるっていうだけ。偏差値結構ゴミシステムだよ。今偏差値を中心にはやってないと思う、どこも生徒管理は。俺のだとね、計画シートっていうのがあるんだけど、あれでやっていく。合格に何が必要か、であとそれをやりきれたかどうか。要はね、合格シートっていうのは、ここに合格するやつはどれくらいのことをやってるかっていうのをまず書く。そしてそれをこの半年間でやりきるためには、今月何をやらなきゃいけないのかっていうのを書いていくだけなんだ。で、あとはできたら塗るだけで、9月分を例えば9月半ばぐらいで塗り終わったら早いね。で、9月分を10月になっても塗り切れてなかったら遅いね、わかるだけ。そういうことで、塗り終わったらまあまあ大体合格するんじゃないの、本番熱出さなきゃっていうやつね。だからそれをお前たちがどう生かすか、よく考えて、それ力をつけてみてほしい。偏差値で一喜一憂してたらダメだよ。それで大学受かるかどうかなんか決まってないんだから。偏差値は良かったら気抜けるし、悪かったらへこむし、正直ほとんど いいことないと思う。そんなことよりもちゃんとそこよりも分析する。だけどもしの場合って、偏差値、まあみんな偏差値とか判定ばっか見るけど、そこじゃなくてちゃんと弱点を教えてくれてる。古文弱点だよ、漢文得意だねとか、ここ弱かったねとか、そういうのいっぱい教えてくれる。だからそこで能力を見て合格に何が必要かをやっていくけど、ああいうのって帰ってくるのにめちゃ時間かかる、1ヶ月とかかかっちゃう。だから自分で模試して、自分で回答解説読んで、自分がどこがダメなのかをやっていくんだよ、ね、やっぱね、情報をいかに使うかだよ。だってさ、勉強、部活やってたやつが勉強するぞって受験組に入ってくると、一気にね、受験競争が激化するんだよ。でもそもそも高校2年の時と高校3年の時で全く勉強量が違う。多分おそらく1年前の今頃、お前たちはこんなに必死に勉強してない。でもこの1年で DNA とか体のタンパク質とか脳みその容量とかほとんど増えてないんだよ。脳みその量とかほとんど一緒。 DNA も体の細胞もほとんど変わらない。もう大体1人前の大人になってる。なんでそんなにあんなに本気になれてるのか。同じ、ほぼ成分としてほとんど同じ人体なのに。それが気持ち、気持ちで変わる。めちゃくちゃ変わる。自分の体を動かす、コントロールするエネルギー、情報を持ってても使うかどうか、そしてどう使うかで全然違う。それと一緒、お前たちは体を持ってる。それをどう本気で夢のために動かすか。情報もそうさ、その夢のためにいかに使えるかどうかで考えていく。俺ね、ソフトボールで結構日本一になったことがあるんだよ、何度かとか、日本一のてか世界一のキャッチャーになったこともある。わーすげーってなるでしょこれ実を言うとね、俺が高校1年の時にやっぱソフトボールにはまり込むきっかけになったんだけど、熊本県のチームがね、日本一になったんだよ、地元の高校が。で、その時の優勝したピッチャーと対戦することになったんだけど、同じ地区だからね、県だから。その時さ、そのもうチームでもその投手の対策をめちゃくちゃするんだよ、試合前に。だからめちゃくちゃ速かったから、速いボールでもこうガンガン打てるようにマシンで練習して速い球に慣れて本番迎えるんだけど、だからそのピッチャーから俺なんとホームラン打てたから、バーンってすごいでしょそれはもう対策してたから。でそのピッチャーからするともう俺なんか体ちっちゃくて8番とか9番とかだったかなと思うんだよ、打者として。だから舐めてたと思うんだよね。で投げたらホームランでしょ、パーンって。しかもやっぱ多分チームもおいこいつちっちゃいし8番9番だからってみんな外野も前に来るじゃん。でその後こう外野オーバー打って、ソフトボールは熊本県はその当時フェンスがなかったから
とにかく外野抜けて転がればホームランになる可能性があるんだよね。で、ピッチャーも速かったから逆にそのボールもよく飛んで、ホームランになりました。え、日本一なってなくないっていう。え、日本一のピッチャーからホームラン打ったんだからその瞬間俺日本一だろ。日本一に勝ってるんだから。世界一のキャッチャーってどうなのって言うけど、そう、日本ってすごいソフトボールのリーグ、社会人のね、チームはすごい、あれなんだけど、それまたね、俺の母校からね、世界のエースで、しかもその、日本代表にもなったし、その時の投手 MVP を取ったピッチャーがいたんだよ。もうだから本当にもう、すごい、ほぼ世界一みたいなピッチャー。うん。で、その人が母校だったから、まあ、お正月とかに来て、で、キャッチボールしてくれたの、俺と。俺キャッチャーだったし。日本一の、日本代表の、しかも MVP だからもう、その年の最高の投手ね、の人が投げたんだから。その人最高の投手じゃん。世界最高の投手。日本でトップ、トップオブトップの最高の投手が投げた。ボールが俺のミットに入った。スポン。その時俺がキャッチャーじゃん。じゃあ俺が日本の最高のトップオブトップのキャッチャーじゃんっていう。っていう考え方。うん、日本代表の人がピッチャーのね、キャッチャーもしたことあるから。え？この瞬間俺日本代表だわって思いながら撮ってた。うん。ね。考え方なんだよ。それですごく嬉しくなるな。いつもさ、収入とか月収とかだとね、友達に負けるかもしれない。うん。確かに。今ね、40を前にして、なかなかね、今回とかも今ちょっと月収ね、20万いきません。残念ながら。15万とかかな。うん。15万ないのか。うん。くらい。ねえ。だからね、正直例えば、わーって、そんな貧乏人かよって思われるかもしれない。けど、そんな時でも俺はめげない。いやーって。だってさ、今日も、まあ、焼肉食ってきてめちゃくちゃうまかったんだけど、家康とかね、天ぷら大好きだった。徳川家康ね。日本を統一した徳川家康。ね。徳川家康より、いい生活してると思わないか？天ぷらごときをうまいうまいって、うだよ、天ぷらうまいよ。でも、それをさ、めちゃくちゃ食えるわけじゃん、俺ら。しかも、家康の時の天ぷらよりうまいんだぜ、俺らの時の天ぷらの方が。もう材料も厳選されてて、よりうまいものになってて。で、調理法もね、確立されて。秀吉の頃に、家康の頃に食ってた天ぷらよりも、そこら辺のファミレスで出てくる天ぷらの方がうまいんだから、あの当時の天ぷらより。時代進んで。あの天下統一の家康よりもうまいものを食ってるんだよ。ワンコインとかね。俺らの生活の方が良くないか。しかもあの人たち、いつ殺されるかもわからない中で、ビビり散らしながら生きてて、そんな。あとね、天皇の料理番っていうドラマがあったんだけど、あれとかの頃に、100年くらい前の話かなの時に確かトンカツとか出たんだと思う、確か。ね。そんなすごい料理だったんだよ、あの当時の。え？俺ら別になんか買おうと思えばいつでも食えるし、むしゃむしゃ食えるし。ね、天皇だぜ。日本のやっぱトップオブトップだぜ。それよりもうまいもんを好きな時に食える。あの人たちは、もう、偉すぎて逆に体に悪いから、止められたりしちゃう。天皇、もうこれ以上食ったらお腹壊しますぞとかね。体に悪いですぞとか太りますぞとかって言われちゃう。俺ら、2、3枚食っちゃう。って、もっと食べようとか。今日ソースもいいけど、塩かけちゃうとか、レモンかけちゃうとか、好き勝手できる。うん。天皇とかね、なんだっけ、毒味とかもあるからさ、冷えたやつしかダメなんだよ。熱々とかを、調理したてをパクって食ったら毒入ってたら いけないじゃん。で、毒味の人とかでちゃんと食べて大丈夫です、天皇みたいな。なってから食うから冷えてんの。熱々の、揚げたてのサクサクの天ぷら。たまらん。な、ほんとに。俺ら結構いい暮らししてるだろ。これもまた情報さ。そう聞くとおーって急にすごいなとかええなっていう気持ちならへん。ちょっとぐらい貧乏でも今の現代の周りのやつと比べたらそうかもしれないよ。でも俺ら相当いい暮らししてるよ、ね、DNA って人の DNA って100年200年で大して変わんないからってことは本当に俺らは人として大して成長してないけど暮らしとか幸せとか生活ってむちゃくちゃ向上してんの。うん、昭和天皇の時とか電動の扉とかなかったで、多分。窓とか。今、電動の扉で、電動の窓で、ボタン一つでね、開け閉めしてて、で、中からその、おしゃれなラジオとか、そんなん聞けて、とか、音楽とか聞ける車に乗って、好きなとこ行けて。昭和天皇より俺いい暮らししてるぜ。だろ。情報さ。どう使うかさ。だからこのテスト結果を使って自分の弱点を調べて、そしてもっともっと良くする。このラジオを聞いて自分の弱点見つけてもっともっと点数上げていく。そういうこともお前たちがやろうと思えばできるし、逆にそれを見て勝手にああもうダメだとかもう無理だとかできない、勝手に決めて手を止めるのも足を止めるのもいい。お前たちの人生の自由だ。どう生きるかだぜ。というわけで、今回は情報回でした。お前たちはどういう風に使うのかな。というわけで、
第348回、玉ラジオでした。聞いてくれてありがとうな。しっかりと頑張れよ。ファイターで。